ああ、このニュースね。ね、川に大量の魚が、みたいなニュース見ると、大体これも正体はボラなんですよね。うん。なんでこんなね、ボラが川、遡上してくるのかって、やっぱり水温がだいぶ関係してるんですよね。うん。これはまあ海の水がね、冷たくて、で、あったかい場所を求めて、で、ボラたちもね、川を登ってきてるんだと思うんですけど、これまあ全国的に見られる光景ですよね、この時期はね。はい。で、まあこういうニュース見るとね、まあ人によって捉え方はいろいろだと思うんですけど、どうかな。僕の場合はね、こう考えてしまう。あ、川の方が水があったかいんや。でね、時にこういう何気ないニュースに、まあその、魚釣りに関する大きなヒントが隠れてたりしますんで、今回は、このね、まあ暖冬って言っても寒いですよ、やっぱり冬はね。うん。冬に魚を釣るための、まあ、場所のヒントっていうのをお話ししたいかなと思います。魚釣りをするにあたって、一番重要な条件って、これ、水温なんですよ。水温ね。ここ一週間の大阪湾の水温を見てるんですが、今年はね、暖冬やって言われてますけど、それがもろに水温にも現れてまして、平年に比べるとですよ、この2月の、まあ、中旬から下旬ね、1度から 1.5 度も高いんですよ。うん、この時期の1度 1.5 度っていうのはめちゃくちゃ大きくて、で、まあ、全国的にその水温が高くなってる、まあ、その中でもさらにね、1度でも水温が高い場所を探す、これができればいい思いができるですね。さっきのボラが川上がっていくってニュースありましたよね。あれ考えていただきたいんですけど、一般的に海と川、水温比べたら海の方が水温高いですよね。ですね。ですけど、ボラたちは川を登っていってる。うん。瞬間は川の方が水温が高かったって考えられますよね。そうですよね。うん。じゃあなんで、川の方が水温高くなってるのって考えたときに、で、一つはね、その川に温排水なり何かしらその人工的な要因によって水温が上がってるっていう可能性で、もう一つはそのまあ海水、まあ川の水もそうなんですけど、動きますよね。何によって動きますか？そうです、潮の満ち引きですよね。はい。なので、もしかするとですよ、ボラたちが上がっていった瞬間っていうのは、まあ、上げ潮、つまり海側の暖かい水が川の方にね、入っていってる、そういう状況だったと考えることができます。いやいや、そんなことあるんですか？思われる方はね、一回川でね、ウェーディングしたらようわかります。本当そうですよ。なんか水冷たなってきたな。なんか今、ぬるいな、みたいなね。これあるんですよ。本当に。肌で感じます。で、もう一つ。ボラの大量発生のニュースを見て思うことなんですけどね。これは、水温も大いに関係してるんですが、もっともっと重要なところで言うと、ボラの餌がたくさんそこにあるからなんですよね。はい。ボラの餌、まあ、プランクトンですよ。プランクトンが大量発生してるんで、それを目指してボラが集まってきてる。まあこれは間違いないと思います。ね。で、なんでそんだけプランクトンが発生するかっていうと、まあ、工場からの排水もそうですし、一般家庭のからの排水もそうですよね。うん。そういったものによってプランクトンが発生します。まあ、ちょっと残念な話なんですが、海って汚くなればなるほど、プランクトンの量が増えますよね。で、当然、それを、ね、
食べに来る魚っていうのも集まってきますから、いいですか。じゃあその今この川の中に大量発生しているプランクトンが次海の方へ流されていく瞬間っていうのは、これタイミングで言うと、そうですね、下げ潮です。下げ潮、下げ潮のタイミングで、川の中の大量のプランクトンが海の方へ一気に押し出される。そうするとどこが熱くなります。そうなんですよ、その河口部が熱いんですよね。河口部、いいですか。でこの河口部っていうか、その流入河川って考えた時にね、まあ大きな川でもいいです、小さな川でもいいんですけども、流入河川が大好きな魚っていうのがこれアジなんですよ。アジ、いいですか。だからアジを釣ろうと思うと、まずその流入河川を探すっていうのが非常に重要。じゃあ次、そのアジを狙う魚っていうのも当然集まってくる。まあ、それが青物なのか何かは分かりませんけどね。これってつまり食物連鎖でしょ。ですよね。なんぼ寒いからといっても魚も餌を食べないと生きていけませんので、食物連鎖を考える上で今回のこのボラのニュースっていうのもね、非常に大きなヒントになるんじゃないかなと思いました。であとはもう単純にですよ、あの深い場所を狙うっていうのもいいですね。はい、まあ、この時期はやっぱり浅いとこよりかは少しでも水深のあるとこの、まあ、底の方ですよね、にいい魚が集まる傾向がありますんで、そういう水深なんかも意識していただいたらいいかなと思います。まあ船で釣りをされる方はね、まあ、あの自由に深いとこ行けるんでしょうけど、僕らみたいなおかっぱりアングラーっていうのはなかなかね、釣りできる場所限られてますんで、その中でも少しでも水深のあるような場所を選んだらいいんじゃないかなと思います。で一旦ね、ここまでの話をまとめます。まとめますと、真冬に釣果が期待できる釣り場ですか、条件は2つです。2つ、1つは流入河川で、その流入河川も上流の方に民家とか工場とか浄水場とかね、そういった排水が流れ込んでるような流入河川がベストです。これが一つで、二つ目が水深のある場所ね。水深のある場所で、それってどういう場所なんですか。でもこれ簡単に言ってしまうと港です。港で、港の中でも大きな船がね出入りするような港っていうのは、当然ね、あの底の方深く掘ってますんで、そういうところですね。いいですか。上流に民家や工場などがある流入河川のね河口部にあって大型船が出入りする港です。でそういった場所であればもう何かしら魚は寄ってるはずですんで、まあよっぽどのことがない限りは外さないと思います。そういう場所を探してください。はい、じゃあちょっとこの後に釣行動画を準備してます。まあ、この動画はですね、まあ、そういう水深とかね、あとちょっとでもこう、水温の高い場所、ね、を意識しながら場所を選んで釣ってる感じですので、まあ、ちょっと場所に関してはね、あの公開することできませんけども、これだけヒントをね、出せば皆さんも自分でも見つけることができると思いますんで、はい、それでは釣行動画をご覧ください。めっちゃおるぞ、タチウオ。ギラギラしてる。それも全部そうやな。そこのタチウオくん、ちょっと食べなさい、このまま。これ。おい。見てる。
こいつ腹立つな、太刀をピーってね、ワームを見に来るんですけどね、口使わんな。よいしょ、フリー立ち現地おい、ケイ立ちでしたね。ああ切れた、立ち終え、今な最悪、めっちゃいい当たりだった。キャー、これはリーダー狩りが出てる。ちょっとサイズ、ちょっとだけサイズある。これ救えるぞ、救えるぞ。あれなんかおる。救えた。カンマチョゲット。ゲット。ラッキーカマス。アジア、ナイスですよ。オッケI'm gonna go to the hospital.
OK。 おさびきが最強。いいサイズ。ああ、でかいのが下やね。よいしょ。そこつけへん、そこにつけへん。ちっちゃいなこれは。浮き外した方がいいな。浮き外してドボンってもうそこ狙っちゃおう。外してて、こういう時はね、丼かごに重りつけちゃえばいいです。これ12号の丼かごには18号の重りつけたんで30号、約 100g ですよ。ドボーンって落ちる。これモレはカワセルの市場。OK、 サイズアップです。軍団をかわして、軍団をかわしてそこまでたどり着いたらええのが、ほらね、やっぱり正解。浮き外して、よいしょ。はい、ということで、夜アジングからのね、朝サビキ、今回最後尺近いところね、何本か混じってますけども、はい、じゃあ、これぐらいにしておきましょうか。ちょっとじゃあこの子でね、また美味しくいただきましょう。